見つけた健康美容子。今回は第2次美容講師食育推進計画についてご紹介します。美容講師では平成20年3月に美容講師食育推進計画を策定し、市民の皆さんが食について関心を持ち、自分の健康を守り、心豊かに生活できるよう、さまざまな食育事業に取り組んできました。このほど平成22年度で計画期間が終了したことから、これに続く23年度から26年度までの4年間を計画期間とする第2次美容講師食育推進計画を策定しました。食育とは、さまざまな経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を身につけ、生涯にわたって健全な心と体を作るとともに、豊かな人間性を育む基礎となるものです。二次計画は、一次計画の評価のもと、家庭での食育の取り組みが重要であることに重きを置いた、市民の皆さんと行政が共に進める食育推進の基本計画です。この計画では、私たちが住む美代港の食の恵みに感謝し、生涯にわたって健康な体と豊かな心を育てることを基本理念とし、これをもとに5つの基本方針を設定しました。1つ目は、食で作る健康な体です。栄養バランスの良い食事と規則正しい生活習慣の定着を目指します。2つ目は、食で育む豊かな心です。笑顔の食卓が作る家族の絆や、正しい食事マナーの定着、感謝する心を育むことなどを目指します。3つ目は、食で学び伝える郷土の文化です。美代港の地に古くから伝わる行事食や食文化を知り、家庭において親から子へ、子から孫へと伝えていくことは、豊かな心を育むことにもつながります。4つ目は、食の生産と資源循環です。私たちが住む土地の季節の食材を食べる地産地消を推進すること、食べることに関わるゴミの減量化、再資源化を目指します。5つ目は、食の情報発信と交流です。食に関する情報とさまざまな経験を通し、皆さんの食への関心と理解が深まることを目指します。そこで、これら5つの基本方針を家庭でも積極的に取り組んでいただくため、市民の皆さんができる家庭の食育をまとめました。乳幼児期は、体のさまざまな機能が大人並みに完成していく重要な期間です。お子さん自身でできることは、朝食を必ず取りましょう、よく噛んで食べましょうなど、食習慣の最も基礎となることが挙げられ、乳幼児のために家族ができることでは、子どもの健やかな成長のために具体的に何をしたらよいかが挙げられています。育ち盛りの園児、小学生、中学生、高校生自身ができることでは、基本的な食習慣、生活習慣に加え、食事の前後のお手伝いや料理を作ってみましょうなど、食に関する経験の大切さが盛り込まれています。働き盛りの方は、自らの健康を守るための内容が、退職後の活躍盛りの方は、人生経験を生かした食育の担い手であることが示されています。そして、どの年代にも共通して言えるのが、手を合わせていただきます、ごちそうさまを言う習慣と、食べ物の命や生産者、料理をしてくれた人への感謝の気持ちを持つことです。これらは皆当たり前に思えることばかりかもしれませんが、皆さんは毎日の生活の中で実践していらっしゃいますか？計画を策定するにあたり、昨年食育推進のための実態調査を行いました。その一部をご紹介します。こちらは、食育への関心度を示したグラフです。食育に関心がある、どちらかといえば関心があると答えた人は全体の約8割でした。国が行った同じ内容の調査では、関心がある人は約7割、新潟県の調査では約6割となっており、美代港市では食育への関心の高さがうかがえます。しかし、県が示している目標値 90% には届いていません。次は、朝食の内容を示したグラフです。美代港市の朝食の欠食率は、70歳代で 0%、 30歳代で 14%、
中学生で 3.4%、 小学生と園児では 1.3% と年々改善が見られるとともに、全国に比べても低い割合となっています。しかしその朝食の内容を見ると、若い年代ほどご飯だけ、おかずだけなど食事内容に偏りが見られ、子どもの食事への影響が心配されます。次は子どもがジュースを飲む頻度についてのアンケートです。1歳6ヶ月時では約3人に1人、3歳児では約4人に1人が毎日ジュースを飲むと答えています。3食の食事を美味しく食べるためにも、おやつの時間や内容、量は重要です。またジュースやお菓子の食べ過ぎは肥満を招く恐れもあり、三代講師の小中学生の肥満者の割合は県の平均を上回る状況です。今回紹介しました第2次三代講師食育推進計画の概要は広報三代講7月号に掲載されます。ぜひこの機会に皆さんお一人お一人の食を大切にする心を見つめ直してみてください。